ムハンマド5世国際空港は、モロッコ王国のカソブランカにある国際空港。モロッコの国王ムハンマド5世を記念して命名された。ロイヤルウェア、モロッコなどがハブ空港としている。カサブランカ市内とは空港連絡鉄道で結ばれており、ターミナル1の地下には、モロッコ国鉄あるビダミ線のムハンマド5世国際空港駅がある。もともと、 アメリカ空軍のヌアッサー空軍基地であった場所に開港した。現在でも地元民は空港のことを郊外の地名であるヌアッサーと呼ぶこともある。1950年代初期から中期にかけてアメリカ空軍がソビエト連邦に向けて爆撃機を配備していた。1956年にモロッコがフランスから独立した後、 当時の国王ムハンマド5世は米軍に撤退を要求した。これに対して、1959年12月に米軍がモロッコからの撤退に応じたため、1963年に米軍はモロッコから完全撤退した。ターミナルの様子、ありがとうございます。